最後は英語です。英語を解説していただくのは木村塾の下川達彦さんです。下川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて下川さん、英語の何か傾向はありましたか。そうですね。例年と比べて出題傾向にまあ大きな変更もなく、はい、まあ大問数も五題、えー、それぞれの配点まで前年と同じ。えー、まあ難易度に関しても例年通りだったような印象です。そうですか。では早速。 聞き取りテストから見ていきましょうか。はい。はい、えー。それではまず最初に大問の1なんですが、聞き取りテスト1、えー、こちらに関しては前年と同様に会話と選択肢は1回だけ読むということで、まあここ落ち着いて聞き取りたいところですね。はい、えー。ナンバー1が C、ナンバー2が C、ナンバー3が B。そして聞き取りテストの2、ナンバー1が B、ナンバー2が A。 ナンバー三が c。そして最後の聞き取りテストの三が一が a。二が d。になります。はい、ここまでが大問一聞き取りテストでした。では、大問二に行きましょう。 はい、えっと、大問2に関しては人物のメッセージから答えを導き出す問題でした、はい、え四角2番の「1」と「2」は3人のメッセージを読み取り適切な記号を選ぶという問題ですがこの3人のメッセージが全部で211号あったので本文をすべて読んでから設問を見るとかなり時間がかかってしまったんじゃないかと思います。例えば「1」であれば問題文にある通り「About improving the food menu」。 2番であれば about school events という文に先に注目しておいて本文を読んでいけば、まあ、短時間で回答に近づけたんじゃないでしょうか。はい、なのでフードメニューについて述べていたのはエリーなので正解が「あ」。スクールイベントについてはエリーとポーラが話をしていたので「お」となります。はい えー、2番に関しても括括弧弧それぞれ「Because」の後ろの部分に注目し括弧1番であれば the team and want more club members、えー、ここに着,着目するとスポーツについて述べているのはポーラなので「う」えー、続いて括弧2番に関しても「A Broken Bench and the Internet」というところでベンチなどの修理について述べているのが「グレッグなので「い」ということが分かります。はい でえー、と3番に関しては「あ」「い」どちらも中学3年生の内容になっています5つの選択肢の中から4語を選んで並べ替えるという問題文をきちんと読んでいないとおやっととちょっと苦戦ししたかもしれません,ん、えー、なので「あ」の答えに関しては「Think you have enough」「い」の答えは「want everyone to join」となり「何々するのに十分ほにゃほにゃだ」という「enough」という構文や「まあ、人にほにゃほにゃしてほしい」 というウォンとヒト,トゥー構文が使われていました。はい。アートイ、e、はそれぞれ感解となっています。では、問いの四ですかね。はい。えっと続いてがあ大門の三ですね。はい。えっと記事とノートから内容を読み取り答える読解問題となるんですがえ、テーマはタイトルにある通り、あなた自身のハザードマップを作ること。 とということでしたおそらく受験生が苦戦したのは一、えー、番の見出しを見つける問題なんですね。でまず段落1に関しては本文の内容と同じキーワードが使われている文を見つけるそうなってくると,、えー、と第一段落の5行目に「It is important to make your own ハザードマップ o というのがあったのでこれがまさに選択肢の「a」の「Importance of making your own map」。 ここともうほとんど内容が一緒ですね。はい、なので答えがあだとわかるえ。続いて第二段落に関しては、えー、そもそもですね見出しを見つける上で特にヒントになるのが段落の最初と最後の文なんですね。はい、今回でしたら特に、えー、と第二段落の一文目。 How hazard you make your own can make map? もうここまで読んでいただくとマップを作るための方法が第2弾力にまとめられているということが分かるので、えー、それと同じような内容が、えー、まとめられているのが選択肢の A あなたのマップを作るために従うべきアドバイスという絵が答えになるということですね。はい、でそれでは回答の方をお伝えさせていただきます。番番がががのとと そして、最後の四番がうになります。はい、えー、ここまでが大問三でした。では、大問四にいきましょう。はい、続いて題4、大問四対話文読解の問題となります。 えーとまず1から4の問題に関してはそれぞれ空欄下線部の前後に注目すると答えが見つけやすかったと思います。はい、例えば1番、えー、四角丸1の前後を見ると柚木、えー、さんのセリフですかね「日本の学校で演劇を学ぶことは特別だ」というふうに言ってます。そそれに対してのの後ケイイトさんが本当なンングラドとというこことでこでからイングランドで ではっていう話に切り替わっているので日本の学校とは逆の内容が来るということが分かるので日本の学校では特別だけどイングランドでは普通であるという選択肢を選ぶので正解が右になることです、ねはいう、えー、2番に関しても、えー、防線部の直前を見ていただくと。 多くの人の前で演じなければならなかった。These これらの経験を通して、I more uh, ゆずきさんが、uh, そういった経験を通して自信を持てるようになったということが分かります。なので、2番は選択肢の絵。演劇を通してゆずきさん自身が変われたという絵が答えになります。 はい、で続いてまあ3番と4番に関しては同じように見ていただくと、えー、3番の答えがいい番ががえととうことが分かります、はい、で最後の5番に関しましては丸1番がシャイ2番がオイ o ウト3番がアイ s 4番に関してはちょっと注意,注意していただきたいんですが、えー、直前に「by という前置詞があるので直後は名詞の形にするすなわち、えー「アクティング」という同名詞を置かないといけないと。 はい。そして最後の ⑤ 番がインフルエンスという答えになります以上が題問4でしたでは最後ですね題問5ですはい。題問5の ① は語形変化の問題になります丸 ① 番が to cook ② 番が gave そして三番に関してはちょっと注意なんですがえ直前の「アルゴー」に引っ張られて直後の「ウェン」の文も未来の表現にしないように、はい、はいえするということで正解が「フェニシス」になるということですね。続いて二番「丸一番」が「Season」「○番が,が「Breakfast」そして「丸三番が「Color」になると。 そして最後の3番は下に記載の日本語に対応する文を会話から見つけ出すということでまず最初の丸1番に関してはその後に small. それは小さく感じるかもしれない」と書いているので下の日本語に同じような内容を探すとその「小さく感じられるかもしれない」の直前に「最初は」という日本語があるのでそれを英語にする「At first」これが正解。 丸二番に関しては直前にある「if you wash it carefully」「丁寧に洗うと」というのを下から選ぶとその下に「長期間使用か」とあるので正解が「for」と「long」が入って「for a long time」で最後が丸三番の直前に出てくる「you can see it many times」すなわち「何度も使えるので」という「save money」が正解にくるということですね。はい 以上が大問5でしたさて一通り見てみましたが改めてどんな印象を受けましたか冒頭にもお伝えさせてもらったとおりです、ねまあ、難度に関してはそこまで難しくなかったいやむしろ長文なんかも見ていると,、えー、と使われている単語数が減っていたりするので、うん、少し簡単だったかなという印象は感じました、えー、どうでしょうか、来年受験する受験生に向けて何かメッセージを残すとすると。 そうですね、えー、とまずは今のところ兵庫県の入試問題はリスニングの配点がすごく高いので、うんまあ、あとはそのリスニングに関してはすぐに力がつくものではないので、はい、日々きちんとリスニングの練習をしていくと、うんはい、あとは英語の文章そして、説問の内容に出てくる、えー、内容がです、ね、全てまんべんなく中学3年間の内容が出ているので、はい、やっぱりバランスのとれた復習が必要になってくるかなと思います。うんうん わかりました英語の解説は木村塾の下川達彦さんでした下川さんありがとうございましたありがとうございました